ビちゃんお休みということでよろしくお願いいたします。中国いいね剤を12月15日から施行へ、市民スコアにも反映。中国がねますますねおかしくなってってます。 SNS のいいねもなんかね監視されんだって。でゼロコロナ抗議を受け、なんかネット統制強化するみたい で中国でまあ違法なまあ有害とみなしたネット上の投稿にいいねしたユーザーが間もなく取り締まりの対象となるんだって。で関係者の間ではこれまで以上に SNS 統制がまあ強まるとの不安がね広がってるみたいよ。今 Google も Facebook も Amazon も中国が規制するものはね伸びてんのよ。規制すればするほどこういうことが起こると思っちゃうのね。だからねおばちゃんすごく言いたいの、仕事中さおばちゃんお昼さ一回行って、それ以外どっかさちょっと小腹空いてさカフェ行ったりとかさ、あとパン食べたりとか、ちょっとよサボってないの、ちゃんと仕事やってるってね。いやそういうのがあってこそなのよ。社長聞いてますおばちゃんはサボってない。ちょっとね、世界の市場がどうなのかちょっと視察してるの。パン屋さん、今、だって、高級食パンのお店いっぱい違う。とりあえず先に言っておきます。ごめんなさい。あ、それで韓国でさ、密集しちゃって160人の人がお亡くなりになったじゃない。あの事故で、ま、防げなかった警察4人をね、逮捕したんだって。イテウォン惨事の原因などを捜査中の警察特別捜査本部は1日、イムジュ、予算、警察署長ら関係者4人に対する、拘束令状を請求したんだって。これはちょっと生贄要素がすごく高いと思う。出張はなんか、なんだっけ、連絡受けて全然対応しなかったっていうのはそれはそれで、まあ罰せられなきゃいけないとは思うんだけども。これは、だって、違法建築の、まあ、建物もあったわけでしょ。でもうちょっと注意を、まあ、国としてやるべきだったとは思うんだけど、これはちょっと、生贄要素がすごく多いんじゃないのかなっていう、強く感じるかな。おばちゃんのね、後輩から聞いた話なんだけど、女の子とあまり縁がない男の子がいたのよ。で、好きになった子がいて、で、どういうふうに、まあ、一応ね、告白して、じゃあ、どっか食事に行こうっていうことになったらしいのよ。で、もしデート行くんだったら、どういうとこに行って、で、格好とかもどういうふうな感じがいいのかなって聞いてきたんだって。で、なんとなくその子にちょっといろいろ声かけて、リサーチしてもらったらしいのよ。したらさ、なんか男らしい男性がすごく好きなんだって。自分ではっきり、なんか物事決められない女の子みたいで。ぐいぐい引っ張ってってくれる男性がすごくいいみたいなことを聞いて、それを伝えたんだって。したら、そう、コンビニで働いてんだよ。飛び服のさ、なんて言ったらいいんだろう。ビルビルマンのパンツみたいなやつあるじゃん。ムササビみたいなやつ。あ、なんかどっかかかってきて、履いてきたらしいのよ。でさ、上はシャツなんだけど、ボタンとってなんかちょっと肌が見えるような。女の子ビビっちゃってさ、ごめんなさいっていきなりダッシュして逃げたんだって。え、なんで飛び服履く意味がわからないんだけど。で、その子、お前らが男らしい服とかなんかそんなこと言ったからこんなおかしいことになったんだろうって、ぶち切れたのよ。いや、それは、お前がおかしいだろってみんな叩いたんだけど、いや、お前らがずっと悪いって言って、なんかね、すごい揉めたらしいんだけど。いや、飛び服って、信じらんなんだけど。いや、違う意味で男らしいと思うわよ。いや、男らしいっていうのは何かわからないけど、違う意味で男らしいんじゃないかなとばっちゃん思う。前にさ、紹介した、あそこ金目町のところにあるさ、ひじり湖。いろんなさ、なんか食べ物出してくれんね。例えばグラタンセットかなんか頼んだらさ、
ワインとかさ、パンとかカレーとかいっぱいつけてくれんのね。で、この間たまたままたさ、お昼取れなかったから、これ、いや、なんか、コーヒーでも飲もうかなと思ったらね、ここ、モーニングセット遅い時間でもずっとやってんのよ。あ、じゃあ、モーニングセットでトーストぐらい食べれたら、ちょっとお腹少し、まあ、満たされるし、じゃあお願いしますって。他のお店も全部やってなかったからさ、お願いしたのよ。したらね、まずリンゴジュース出てくるのね。で、サラダと、カレーが出てきたのよ。え、またどういうことと思って。それから、サンドイッチとトーストと、あと、あれ、桃のやつ。これ、缶詰のやつ、甘いの。マンゴーだっけ？それと、あと、バナナ。それにアイスコーヒーを。ちょっと。おじちゃん、心配になっちゃうわ。こんなにサービスされちゃうと。うん、お店ほんとやっていけるのかしら。それで、恐ろしいことに、このモーニングセット、450円。恐ろしいわ。どういうこと？おじちゃん、もうちょっとサービス控えた方がいいんじゃない？ お店が心配。おばちゃんね、すごく、ここ使い勝手いいから、すごくお店心配なの。そんなサービスしなくても、半分ぐらいはいっぱいよ。そう思ったおばちゃんです。おばちゃんから少し離れた席のところに、多分、要町の若い力、まあ、めっちゃヤンキーっていう、そういう子たちもさ、おじちゃんこんなにもう、申し訳ないよ。いや、食べてって。いや、だって450円だよ、おじちゃん。いや、お店のこともっと考えないよって。いい子ね。すごく。若い力、今の若い力はいい子ね。おじちゃんが、遠慮しないで食べてって。いやー、これは量多いよ。ビビてくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。